ちは、しのたんです。はい、今回はですね、パッキング動画を撮っていきたいなと思います。ということで、私はですね10泊11日かな、ヨーロッパに旅行に行ってきます。ヨーロッパは去年の年末から年始にかけて初めて行ったんですけど、9ヶ月ぶりぐらいかなにまた行くことになりました。ロンドンに友達が今行ってて、僕がせっかくいるからっていうので去年も遊びに行って、ヨーロッパ夏もすごいいいからずっと行きたかったんですけど、今回休みを合わせて友達とまた旅行にね行くことになりました。超楽しみ。今回はロンドンにまず行って、友達とまあ合流して、その後サントリーニ、そうギリシャのねサントリーニ島っていう島なんですけど、あの青と白の世界のとこね、あそこ私本当にもうずっと行ってみたくて、そこに行くことになりました。嬉しい、本当に。もう一カ国今回の旅行にも行くんですけど、もう一個がスペインに行きます。スペインも初めてで、バルセロナ中心に回る予定なんですけど、スペインもグルメが本当に有名というか、もうとにかくスペインの料理は美味しいっていろんな方から聞くので、ずっと行ってみたくて、今回はグルメツアーかな、スペインはっていう感じで、はい、考えております。今からねパッキングしていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。すいません、こんなオフで申し訳ないんですけど、ちょっとあのそろそろねパッキング準備をしていかなきゃいけないと思って、とりあえず少しだけでもコーディネートを決めていこうと思っています。いつも私はコーディネートというか決めるときは実際に着てみたい派なので、これがいいかなあれがいいかなみたいな感じでやっていきます。そしてあとちょっと今お腹がね出てると思うんですけど、引っ込めながら頑張ってやりますが、ご飯食べた後なんてお許しください。まずロンドンから決めていこうかな。ロンドンがねなんか調べた感じ結構もう肌寒そうなんですよ。日本はまだ全然30度とか近くまで上がる日もあるんですけど、ロンドンはもう20度全然切ってて、見る感じだと天気はまあ良さそう、あちょっと雨も若干ありそうではありますがっていう感じです。なのでそうだね、なんかもう本当秋服ぐらいの感覚で組んでいく感じになると思います。1日目はもうほぼフライトっていう感じですが、飛行機はねでも暑かったり寒かったり、もうほぼ寒いかな、結構気温の差が激しいので調節できやすそうなしやすそうなものでと、まあ楽ちんなもので着ていきたいなと思ってます。私今回ちょっとこのパンツをね使えそうかなと思ってて、これ一回履きます。やっぱり旅は着回しも必要になってくると思うので、着回しもちょっと視野に入れて頭に入れてやっていきたいですが、これにこれをちょっと持っていこうかなと思っていて、じゃん、ジップフーディーなんですけど、これ H&M とどこだったっけな、ジーン・ミシェル・バスキャット・テラダー・モーって名前がすいませんわからないんですけど、コラボのやつで、これがね可愛いんですよ。めっちゃもう派手なんですけど、カラーはすごい形も可愛くて結構気に入ってる。もうこれね裏起毛なんですよね。そうだからちょっとまだ早い気もしますが、中をもう薄めでいっちゃえばいけるかなっていう、ダブルジップで下からも開けられてすごい可愛いやつ、うん、空港はもはやもうこれでもいいかも。1日目、まあキャップも被りたいかな、ちょっと今被れないけど、これでも可愛いですよね。これいいんじゃないですかね、ラフで良さそう。バッグがまだ決まってないけど、これでも可愛いかな、このドットのバッグ、これでいこうかな。問題はシューズなんですよね。シューズを何持っていくかっていう、サントリーニがあるので、サントリーニがちょっとねやっぱ雰囲気違うじゃないですか他と。ロンドン、バルセロナはまあシティ街ですけど、バルセロナはちょっとビーチ寄りなところもあるけど、もうサントリーニはもうガチなリゾート地なので、シューズが難しいんだよな。シューズを選びに来ましたが、本当に散らかりようがすごいです。このねこれリーボックさんにその前ギフトでいただいたんですけど、これもね可愛いんですよ。カーキのサンダルで、これならまあサントリーにも良さそうかな、こんな感じで。うん、でもこのコーデにはちょっと違うかも。厚底じゃないものでいきたいので、ローファーでもいいか。最近ちょっとまた履き出してるこのアディダスの真っ黒のスニーカー、ま
スニーカーの方が閉まるっちゃ閉まるかな。ちょっと決まりきらないので一旦まあどっちかみたいな感じで考えておいて、次行きます。このパンツを着回していこうかな。サントリーニとかでも使えそうだよね。これなんかちょっとビキニの爪から履いたりして。ちなみにサントリーニは、まあ、ロンドンよりも気温は高めで、割と温度差もそこまでない感じかな、見るところで。でサントリーニといえばやっぱ夕日じゃないですか。でちょっとなんか夕日が見えるような感じのレストラン予約したんですけど、ドレスアップしたいよねって話してて、これをねちょっと持っていこうと思ってます。1枚ドレスを。そうなので、まあ、これとこれを着たくて、お花のねプリントがされたベアトップで、これもなんか水着の上からとかパッて着ても可愛いかなと思うので、ちょっとサマーガールみたいな感じで着ようかな、合わせようかなと思います。これに本当はなんかこういったベルトとかしても可愛いからしたいけどな。そんな余裕あるかしら。めっちゃ可愛いこのコーデ。よし、これで OK。 スペインの気温はどんぐらいなんだろう。あ、結構高めなの。27度とか。ロンドンだけがちょっと気温が低いかも。夏かも夏かも、割とバンカぐらいの感じかしら。これもね可愛いんですよ。これもちょっと持っていきたいかもな。可愛い。これでもサントリーニこれでもいいな。こんな感じとか可愛いじゃないですか。今帽子かぶっても可愛いし。なんかどうしよう似たコーデになっちゃうな。とりあえず何個か組んでみてっていう感じでやっていきますか。テニムオンテニム、これにベケット履いたり。やばい、空き服がなさすぎて困る。困ってます。なんかこうバッチつけたりとかしてもう可愛いかな。こんな感じでちょっとたるませて、これもありかな。これも結構なんかリゾートで、リゾートっぽくてあり。ちょっとこうお花のピアスしたりとか、それかこのハートのネックレスとか、これにまあ B3 履いたりとかしてリゾートコーデ。ちょっと今頭を使いすぎて疲れました疲れた旅行の洋服決めるときってマジで頭使いません。なんか着回しとみたいな、着回しとちょっと疲れて倒れております。毎回こうなる。やっぱりさ、おしゃれをしたいじゃないですか、旅行だから。でも荷物が増えるとっていう、向こうでもまたどうせお買い物するだろうし、荷物が増えると大変ですから、葛藤ですよ本当に。頭使う。何コーデかはできているので、それを元にもう少し頑張ってみます。ちょっと YouTube 撮る気力はないかもしれないので、明日私はパッキングをしようと思っているので、まあまた明日お洋服もそうですし、他のものたちもいろいろと詰めていきます。それは動画に撮ろうと思っているので。もうね23時ですよ。もう少しだけ私はコーディネートを考えていきます。ではまた明日。はい、ということで無事にコーデ組が終わりまして、いろいろと今あっちにねお洋服もらし、持っていくものが山積みになってるんですけど、それを今から詰めていこうと思います。今回も10泊ということで、もちろんこのリモアのデカキャリーで行こうと思います。そう、前回がね冬だったので、すごいアウターとかもあってめちゃくちゃ重なってパンパンだったんですけど、今回はおそらくちょっとはスペース開く予定まずお洋服からやっていこうと思うんですけど、前と同じようにこの圧縮バッグみたいな、圧縮ではないか、ちょっとちっちゃくなるよみたいなバッグを使っていきます。とりあえずまあトップスとボトムスっていう感じで分けていこうかなと思うんですけど、持っていくものを紹介していこうかな。まず1個目、これがザラのベージュのキャミソール。2着目、これもザラのベアトップ、今回の旅行用に買っちゃいました。結構まあサマーという感じですが、まあまあ
ビーチとかもね行く予定なのでそういう時に行きたいなと思ってます。でもロンドンがねそう結構肌寒そうなので長袖とかも一応持っていくんですけど、これもザラのだ。ラメのねシアートップ、これもザラだ。ザラバッグかホルターネックのトップス、二重がめっちゃついてて可愛いんですよね。これは前購入で紹介したセリックのトップスです。であとこれね、このフィッシュネットみたいなキャミワンピー、これは前にアベモアから出したワンピース2つセットだったんですけど、今回はこのネットの方だけを持っていこうと思います。このシャツですね、私これめっちゃ着るんですけど、古着屋さんでゲットしたバナナリパブリックの結構ねほんと大きめなシャツ、色合いがすごくタイプで可愛くて意外と使いやすくて、これ割と着てます。羽織系がね温度調節しやすいから、この絶妙な時期にはいいかなと思うんですけど、こういった薄手のシャツも1個あると便利かも。であとこの G ジャンも持っていくんですけど、これアベンマンのやつなんですけど、 G ジャンは入れる？どうしよう、もう意外ともうトップスはこのぐらいかも。あとはまあ当日着ていくものもあったりはするけど、どうせね多分私のことなので向こうでお買い物すると思うんですよね、まあ、だから一応まあ帰りのフライト以外のコーディネートは決めてはいるんですけど、現地で買ったものもちょっと買う前提で話してますけど、なんかいい感じのがあれば着たりとかして行こうかななんて思ってます。で、あもう一個このね、これ H&M Studio のドレスなんですけど、前にあの H&M のショールームにお邪魔した時にこのドレスをいただいたんですけど、ずっとまあ着れていなくって、着る機会があんまりなくて、サントリーニで着たら絶対可愛いやんと思ってこれを持っていきます。ちょっと何も順番とか考えずに入れちゃったけど、トップス系はこんな感じかな。次はボトム類を入れていきます。まず1個目、これも古着屋でゲットしたんですけど、リーボックのハーフパンツです。続いてがこのウィズジーンのパンツ、ラインパンツ、ショートパンツです。でこれが、ブランディのショーパンです。続いてこちら、これ前にあの無審査さんとタイアップさせていただいた時に紹介していたふわっとしたちょっとイエローっぽいカラーのスカート、それとあとデニムを1本持っていこうと思うんですけど、これがザ・ニューハウスっていうところのめっちゃワイドなジーンズです。これ本当ウエストマジで全然落ちちゃうぐらいの大きさあるので、ボタンをこのベルトループのこっち側に持ってきてみたいな感じで履く予定です。まあ、もちろんベルトでも調整はできますけど、そういう感じで履いても可愛いかなと思って考えてます。このパンツねめっちゃ伸縮性がすごくて、わかります？超ストレッチ効いててほんと楽なんですよね。であとはパジャマかな、パジャマも持っていきます。あれこのぐらいかも。じゃあパンツ類もこんな感じで OK。 この袋に入れるまでもないけど、整理整頓っていう意味で入れていきます。であとはバッグか、バッグはこの2つでいこうと思ってます。おばあちゃんに作ってもらったこのホワイトのドットのバッグ、これめっちゃ使ってる。私このホワイト割と使ってるかもな。であとはボッテガのこのブラウンのバッグを持っていこうと思います。バッグは折りたたんでバッグの中に収納する。小物もここの中入れちゃおうかな。今回はベルトをちょっとたくさん持っていく予定で、この3つを持っていこうと思うんですけど、まず1個目がこれがザラの細めのブラウンのベルトと、もう1個がこれもお気に入りの H&M のブラウンキャメルのベルト、あとこの一番太いんですけど3つの中では J レッドロンドンのブラウンのベルト、これねめっちゃインパクト出るんですよね。あそれとあとこれだ、じゃん、水着を持っていきます。今回はまあサントリーニに行くということで、やっぱ水着はね必要になってくるので、このヒョウ柄のやつがセザンヌさんにいただいたビキニです。でもう一つこの鴨柄のねビキニなんですけど、これ下がショーパンタイプになってて可愛いんですけど、これがテンサーガンのアーカイブスっていうところのものです。韓国のブランドかな多分。あとはこれは H&M のなんですけど、シンプルなブラックのビキニですね。これも持っていこうかな。サントリーニでは一日中ビキニで過ごそうって思ってるぐらいなので多めに持っていきます。リコね、ビーチタオルをどうしようかなってめっちゃ迷ってるんだよな。かさばるからな、ちょっとそれは様子を見て決めようか。バッグが入って、あとはこの下着類と、靴下が入った
巾着も入れます。あと今回帽子も2つ持っていこうと思ってて、この2つどっちも D スクエアドのやつで、このキャップを2つ持っていこうと思います。で今回シューズは3つかな持っていくんですけど、まずこのイザベル・マランのお気に入りのベケット、これも持っていきますよ。これ結構重いんですけど、ハイカットだし厚底のシューズなので履いていくにはめんどくさいんですよね。やっぱ飛行機のあの検査とかもあるしめんどくさいので、重いけどこれはちょっと楽々入れていきます。あとは、セザンヌのブラウンのローファーと、こちらの B3 ですね、 B3 も持っていこうと思います。これはね、前奄美に行った時にふらっと入ったカフェで売っていて買いました。忘れてました、このロンシャンのミニバッグ、これも持っていこうと思います。ちょっとまあドレスアップした時とかにいいかなと思うので。そしてあとはアクセサリー類ですね、ちょっと今回は2つになりました。あとヘアゴムとかヘアアクセ系も持っていきます。ポケットのとこに入れようかな、これは。これはちょっとかさばるから隙間に入れていきます。あと雨具も持っていきます。あとサングラスもね持っていこうかなと思ってるんですが、1個はエイソスのブラックのサングラスと、あとベココのボニークライドのサングラス、これを持っていこうかなと思います。片方とりあえずこんな感じでパンパンになったので、反対側も入れていきます。じゃあ次は、まあ、スキンケアとかそっち系かな。これはカラコンが入っていて、で、まあ、今回もちょっとパック、夜はパックで過ごそうかなと思ってるのでいろいろ持っていきます。このベグスキン の顎下までパックできるスペシャルなやつだったり、大好きなトリデンのバランスフルが私は一番大好きなんですけど、これだったり、この前バイヤーのイベント行った時に土産でいただいたんですけど、ツージンググリーンとクランブハニー、サンリオとコラボしてるらしくて、ポチャッコとポンポンプリンのパッケージになってます。かわいい。で、あと美容液は今回いろいろ試供品をね持っていこうと思っているので、それをまあ何個かと、キソフラボンのアイクリーム、このボディショップのラブ&プラムスっていう限定のやつかな、ボディバター、リップはアンテニラネージュのやつでしょ。あとここに化粧水とかいろいろ入れてるんですけど、足りるかがちょっとこれあやふやなんですが、ドクターシーラボの化粧水ミニサイズのやつと、美容液も持っていくんですけど、これもドクターシーラボのエンリチエメルデュオセラムちっちゃいやつと、クリームがちょっとさすがにでかいままだと重いので詰め替えましたが、バイワのこれも新しく出たやつですごい良くて使ってます。結構ね重めなテクスチャーなんですけど、なんかベトっとする感じもなく、割とプライマーに近い感じかなの使用感で結構好きでした。で洗顔はこのシューの洗顔ミニサイズ、クレンジングも私はこのシューのオイルクレンジングをいつも使ってるんですけど、これもミニサイズ、液体系は漏れるのが不安なのでジップロックに入れて持っていきます。で続いてヘアケア系かなとかもいろいろあるんですけど、とまずこれピーチジョンのねヒップクリームなんですけど、結構デスクワークをしているからか、ちょっと汚い話になっちゃうんですけど、お尻がやっぱり荒れやすくて、どうしてもまあなんかニキビ跡というかもうたくさんあったりとかするんですけど、最近このヒップルーン薬用ホワイトクリーム、これをね使い始めました。なくなったとこまでは言えないけど、まあでもちょっとずつは良くなってるような気もするので、これ最近使ってて、これをね持っていきたいと思います。あとボディーソープですね、ボディーショップのちっちゃいやつ、アボカドで、あとは、まあ、やっぱり旅してる時ってどうしても髪の毛とかもすごく傷みやすかったりとかで、あとヨーロッパの水って硬水っていうかなので、結構髪の毛がギシギシになっちゃったりとかするので、アノムのねスペシャルトリートメント、もうこれ私大好きで日頃から結構使ってたりするんですけど、これもねミニサイズがあるので持っていきます。であとシャンプーも、一応今回泊まる宿には多分ついてはいるんですが、まあ、家に試供品というかがあったので、これも使おうかなと思って持っていきます。エッセンシャルのピンクのやつ、これは前イベント行った時にお土産でいただきました。あと紫の方もリニューアルしたらしくて、エッセンシャル懐かしいな、ちっちゃい時というか実家にいた時結構使ってましたね。あとはこのケラスターゼのシャンプートリートメント、これもイベントに行った時にお土産でいただいたクロノロジストっていう最高峰のラインらしいんですけど、それのシャンプートリートメント持っていきます。これ私大好きなんですけど、
モレモのヘアオイル、これもねすごいダメージを補修してくれるようなやつで大好きなオイルです。であとはくしと、あとマスカラリムーバーが入っております。であとこれは薬ですね、まあ、やっぱり薬はね、私は何回か旅してますけど、持って行ってない時に限って結構体重崩したりするので、まあ、ちょっとこれからはちゃんとしっかり持っていこうとまた改めて思ったのでしっかり持っていきます。で、あとこちらが生理用品ですね。そう、私今回さ生理がちょっとかぶっちゃいそうで、初めてねピルを買ったんですよ、生理遅らせるピル。まあ、でも念のためね、何かあったら怖いので一応ナプキンも何枚か持っていきます。で、あと前回の動画あげたじゃないですか、パッキング動画。そこで、いやしなさんこれはいらないよって言われてたドライヤーなんですけど、私個人的にはドライヤーは持って行って正解だったなってすごく思ったんですよ。だから今回もね持っていきます、ドライヤー。あるはあったんですけど、前のロンドンでの宿は壊れてたのと、ベルギーに行った時に泊まった、まあ、エアビーなんですけどね、エアビー今回も予約してるので設備とかもあんまりねちゃんとしてないところもあったりするから、やっぱりっていうので持っていくんですけど、ベルギーのところでは風圧がちょっとね足りないなって感じたので、このドライヤー結構風圧しっかりあるので今回もちょっと持ってきます。重いけどね、かさばるんですけどね。はい、っていう感じかな。私はメモのところにいつもチェックリストを作っていて、旅行用のそこで一応やってるんですけど、あとは充電器系か、充電器系はちょっとまだ出発まで日数があるのでそれは後で入れます。あとメイクポーチもまだちょっと日数あるのでそれはまた後日入れるのと、あと洗濯ネットですね。洗濯ネットも今回いろいろ着回しとかもする予定なので洗濯したいのでそれもね持っていきます。それもまた後日入れるのと、あとアイロンもそうですね、アイロンもまた後日入れます。それで多分大丈夫だと思う。隙間あります。隙間できました。まあでもどうしようかな、なんか袋いるかな、荷物増えた用の袋持ってた方がいいかな、大きめの袋一応持っていくか、そんなにめちゃくちゃかさばるみたいなものでもないので一応持っていきます。荷物増える前提でも、そう今回ちょっとロンドンは、ロンドンに住んでる子いるはいるんですけど、まあその子もお仕事があるので、もちろん最初の4日間ぐらいかなロンドンいるんですけど、その間はまあその子とは夜ぐらいしか会えないので、お昼とかまあ一人で、今回はそう一人で行くから一人で観光しようと思っているので、やっぱりってなるとお買い物に走っちゃいそうな気がするので多分増えると思うから一応持っていきますっていう感じかな。もうね重量は気にしないです。まあちょっと時間帯したら調整はしようかなと思いますが、追加を覚悟で行きます。よし、はい、じゃああとは機内持ち込みの方をね入れていこうかなと思うんですけど、バッグはこれでいこうかなと思ってます。アベマのセレクトのアイテムなんですけど、このバッグマジで優秀で、見てわかる通りすっごいポケットがいっぱいついてるんですよ。だからすごい整理もしやすいし結構たくさん入るのでこれでいこうと思います。ではまずは一番大切なパスポート、これと、私はいつもこういったパスポートケースに入れてるんですけど、ここに変換プラグも入ってます。なんかどんな形でも対応できるみたいな変換プラグ、一応てかもういつもここにあるので入れときます。お財布はいつも使ってるお財布じゃなくて予備のお財布というかで持っていきます。特に理由はないんですけど、なんとなく旅行だし、前ヨーロッパ行った時はほとんどこの Apple Pay、この携帯にカード入れちゃってそれで払ってたので、特になんか実際のカードとか使ったりとか現金なんてもう全然使わなかったんですけど、初めてサントリーニも島、一応島だからわかんないけど現金しか使えないところももしかしたらあるかもしれないので、一応今回現金もね持っていきます。そしてあとここには変換プラグが入ってます。ロンドン用のこの3つのやつと、これが C タイプのやつ、これすごいいろいろ差し込み口があって USB、A タイプとかも使えるし C タイプもあるし、普通のこの差し込み口もね、ここと上と横と横ついてるのでめっちゃ使えるのでこれ超いい。 Amazon で私は買いました。空港とかでももしかしたら使うかもしれないので一応手持ちの方に
これは入れておきます。そしてまあ今回もね、まあ、ヨーロッパということでロングフライトなので飛行機内でのいろいろ使えるものというか持っていこうと思ってるんですけど、まず一番大事かもしれないのがこれダルバのミスト。本当に飛行機の中ってもう意味わからないぐらい乾燥してるんですよ。だからもうこれがないと本当に死にそうになると思うからこれ持っていきます。これ前韓国行った時にゲットしてきた。であとできるかわかんないけど、まあ、歯ブラシもちょっと一応持っていきます。あとはこの休息時間とかマスクね、喉ヌールマスク、これも割と重要かも。これも持っていきます。液体じゃないやつも入ってたりはするけど、液体はこういうジップロックに入れて持っていきます。であとまあロングフライトの持ち物といえばこのスリッパですね。スリッパは機内でも使えるし、前はあのロンドンでね泊まったエアビーがいろんなまあツーリストの方たちが使うゲストハウスみたいな感じのところで、水回りがね本当に結構汚かったんですよ。髪の毛もめっちゃバーッと落ちてたりとか、裸足ではちょっとさすがに歩けないと思ったので、そういう時にもこのスリッパがあると結構便利でした。まあ、スリッパが嫌だよっていう方はなんか軽い、まあ、B さんとかそういうの持っていくのもありかもしれない。で、あともう一つ首枕ですね。これがもう本当に大事、首もこんなだって寝ちゃうからね、大事なのと、あとはアイマスクです。そしてあと本も持っていこうかなと思います。さすがに14時間ぐらいあるので、ネットフリックスとかも何個かダウンロードしようかなと思ってますけど、まあ1個の時間潰しアイテムというか、そして本も持っていきます。ちなみに今回は20代で得た知見っていう本を持っていこうと思います。あとはまあ充電器もこっちに後日持っていくので入れるのと、あとはもう本当に日頃の持ち物っていう感じなんですけど、この巾着にはウェットティッシュだったり、これがあれですね、ピルとハンドクリームとくし、あとモバイルバッテリーもここに入れてます。次こっちのポーチにはこまごましたの入れてて、このリップクリームとか香水ですね、詰め替えたやつとネイルオイル、爪切りもね結構私持ち歩いてて、地爪なので私欠けちゃったりするので、そういう時に整えられるように爪切りも持ってます。であとミラー、目薬です。であとはこのティッシュケースですね、エアポッツスティッチのポーチに入れてます。あとはデジカメ、この巾着は前にポップアップの時にいただいたんですけど、デジカメ入れてます。その SD ですぐスマホに映せるこのカードリーダーも持っていきます。で、あとこの今撮ってるカメラも今回 Vlog もちょっと撮りたいなと思ってるので持っていきます。お、結構なんかスムーズだったな今回準備。大丈夫かな、忘れてるものないかしら、なんかスムーズすぎてちょっと心配ですけど、はい、ということでパッキング一旦とりあえず完了いたしました。まだね、あの後日入れていくものはありますが、大まかな準備はできました。じわじわと現実味が帯びてきてとってもワクワクです。超楽しみなの本当に、まあ、9ヶ月ぶりではありますが2回目のロンドンと、まだ初めて行ったことないサントリーニバルセロナということで、今回も楽しんでいろんなところを回っていろんな美味しいものを食べて楽しくね旅行していきたいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。